はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。6時半になろうとしています。もう今日はこれでおしまい。お腹も空いてきたし、さて、時事 .com でございまして、8月18日13時53分と言いますから、まあ30分前ですね。東京過去2番目5386人感染、大阪初の2000人超、全国重症者は最多と、読みますね。東京都は18日過去2番目に多い5386人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。1週間前より1186人多く、水曜としては過去最多。厚生労働省によると全国の重症者は前日から70人増えて1716人となり、6日連続で過去最多を更新した。新規感染者はこの日大阪府で2296人となり、初めて2000人を突破。愛知県で1227人、兵庫県で1088人となり、いずれも初めて1000人を超えた。感染力が強いインド由来のデルタ株の流行を背景に、全国的な感染拡大に歯止めがかからず、重症者も増加している。都基準の重症者は前日から1人減って275人。都の新規感染者を年代別に見ると、20代が1661人と最多で、30代が1137人、40代が892人、50代が610人と続いた。65歳以上は210人だったと。まあそういうことでございまして、まあ不幸中の幸いというのは、都の重症者が1人減ったということですかね。275人ということは、一つベッド空いたということですよこのね、感染者よりもその重症者の数じゃないですか。その発症してもね、病院に入院できないとですね、自宅療養ということになって、このあちら側の世界に行ってしまう可能性が高いわけでしょ。ね、病院に入ったらね、そんなにその亡くなる確率って高くないと思うんですね。東京都でまだ1日に2人とか、多い人も4人、少ない人は0人ですから、そこはね、入院さえできれば心配なさそうな感じがします。ただそのね、ベッド余ってないとか言いますから、それがちょっと心配ですね。しかしね、これ誰が受けてるんですかね、PCR って。巷でやってる一人1900円で受けられますよとか、ね、あれはカウントしてないらしいですね、これね。それあれで陽性になったら、陽性になりましたって保健所に言えばカウントするらしいですけどね。まあ、それはええとしましてですね、7月12日に、12日に発令されてるんですね。7月23日からオリンピックやってましたけど、その前の12日、もうだから1月以上なんですよ。何の意味があるのっていう世界ですね。その間どん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 増えてるわけですよね、で、今がピークなんか、それかまだ踊り場なんかというのがですね、ようわからんやんという世界ですね。で、インド株っていうのは、まあ、手強い感じがいたします。なんか手強いから、まあ、ということでですね、どないするんですか、これと。意味があったんでしょうかと、緊急事態宣言ですね。で、このままだと当然ながらですね、7月12日時点より感染者という数で見れば悪化してるわけですから、緊急事態宣言を外すということはできませんね。で、地域も拡大しているということですから、これ以上何かできるかっていうとできないわけですね。で、さらに言えばですね、この今カウントされているのは昨日の PCR 検査の数字で、昨日は17日ですよね。で、お盆のお休みとされるのは、まあまあ長くて16日まででしょうから、これからですね、
お盆休みが終わってですね、街に出る人増えるんですよ当たり前ですけども、で今までねお盆休みでね人流がちょっと減ってたからですね、感染者数が少なかったというのがあるのかもしれません。でこれから 平常時に戻りますから人の流れが、そうするとまた増えてきてですね、この過去最高の5000何百人ですかを突破する日も近いというふうに考えるべきではないでしょうかね。もうだからね、人のことね、もうね、やるんやったらね、地下鉄を間引くとかね、それかね、地下鉄間引いてもしゃあないのか、それでも来るやつ来るしね、なんなんでしょうね、もう、なんていうか、もう事業所別に、なんなんでしょうね。ある程度そのお願いを強くするもうテレワークやというのをですね、強くするとか、でもまあ、そうですね、あとは何なんでしょうね、お店閉めるってもやってますもんね、デパートの地下閉めるとかって言ってますもんね。でも、まあ、そこから大阪の方の阪急デパートとか阪神デパートでクラスターが発生してるんですよね。だから東京でもそれ閉めなあかんでという話になってきてるわけですけども、やりようがないやんということですね。やりようがないからいっそのことやめたらええんちゃうと思うんですけどやめたらやめて増えたらまたお前の責任やって言われるわけですよね、菅さんあたりはね。僕はただこうやって喋ったらいいだけなんで無責任ですけどこのね、今日届いたスーパーですね、これの蔵、言論ストローム蔵山満さんという方が書いてあるこのコーナーでですね、要は5類にせえと、5類にしたら全て解決するんやということなんですけど、まあ確かにねその通りなんですけど、5類にしたらね普通のインフル扱いなんですよ。そうすると普通のその辺のお医者さん、町医者で見れるんですけど、そうするとね、そこでまたね病院でクラスター発生するんちゃうのという気がするんですよね、それでもいいとするかという、要はインフルエンザ扱いにしてしまえと、というかなんていうか1年半やってて1万5000人台ですね、まだ亡くなってる方があったらこれインフルエンザと同じやんということで、その扱いにしてしまう可能性は否定できないんですね。ただそれをインフルエンザ扱いにしたらですね、その1年半で1万5000人、いわゆる1年1万人ペースやったわけですね。今昨日が40人とか出てましたけど、まあ1万人多く見積もって1万人ペースが、これが2万人か3万人になるかもしれませんね。まあそれでもインフルエンザやんと私は思いますけどね思いますけどね、その運が悪いっていうか、たまさかそのね、ウイルスに弱い人はやっぱりねインフルエンザでも死ぬ人がいるように、普通の肺炎でも死ぬ人いっぱいいるわけですね、だからそれで亡くなるんちゃうのというふうにしてしまうのも手であって、それをやったのがスウェーデンですね。スウェーデン今見事に収まってるんですよ。もう一時わーっと上がってたりしましたよ、でも今見事に収まってて、多分集団免疫ということについては一番世界のどの国よりも早く到達したんではないでしょうかね、ワクチン接種がどの程度進んでるのか分かりませんけども、その他の国がわーっと増えてるのにスウェーデンは増えてないんですよね、だからもう日本もね5類にしてね、もうええやん、もうかかる人はかかったらええやんとか、もう風邪にしよう風邪にって言うてしまったらええんちゃうのかなと。でやっぱりちょっときついですから、亡くなる方はねそれは出てくるし、もうそれしゃあないやん、そんなん人間いつかあっち行くんやからということにしたらどうなんでしょうね。まあそれはね無責任な立場ですからね、何とでも言えますけども、でも全体的にね日本国内ねこうやって国境をほぼ閉じてる状態であればそれでもええんちゃうのと思えてしまうんですけどね、まあ天下の暴論かもしれませんけども、これ別に特に貼りませんのでね、もうどこのニュースでも出てるでしょ、東京5386人、これでまた菅さんの支持率下がるやんほんまにね、もうなんかあの方やることなすこと全部裏目に出てますね、ここのとこね、うまいこと言ったんってあるんやろかと
という感じがしますけど、まあ運に見放された総理大臣でございまして、まあでも間もなく変わる可能性が高いなと思いながら、どうするのというところでございます。はい、gg.com 東京過去2番目5386人感染、大阪発の2000人超、全国重症者を抑えたというニュースでございました。皆さんどうもありがとうございます。